2011年撮影の航空写真。出展、国土交通省、国土画像情報松崎港は、静岡県鴨郡松崎町にある、地方港湾。管理者は、静岡県下田土木事務所。港内の北側に、水深6.0メートル、延長130メートルの進行岸壁、南側に高速船の発着していた、水深3.0メートル。 延長35メートルの松崎三橋がある。中川と岩品川が駿河湾の近くで合流しており、その川口湯河も活用している川口港である。2015年度の発着数は924隻、内外交商船3隻である。伊豆半島西海岸は陸路の交通が不便のため相対的に海運が発達し、東港も大型の小船が出入りしてきた。中世には、 伊豆水軍の渡辺氏の船だめとして利用されていたと見られる。江戸時代には、カツオやカツオブシ、イグサ、ネングマイなどが、上方や江戸に出荷された。天保12年のニラ山大館宛の文書によれば、3 0一室未以上の海鮮7隻が、松崎港と上方や江戸を往復していた。1882年には、沼津港との、ついで、清水港とも、 定期航路が開設され、近海漁業や広輩地の採石場からの石材搬出、ハガチ先などへの観光客運送などを担う拠点となった。1952年に地方港湾として指定されている。1962年には同流亭と無人灯台が設置された。1960年代から自家用車が普及すると、当地の交通の中心の座を譲るようになった。 1974年には、伊豆箱根鉄道の西伊豆航路ニコバルトアローが就航し、都イ港や動画島を経由して、沼津港までの所要時間が最短1時間20分となったが、2003年に廃止された。2000年には沼津港と共に特定地域振興重要港湾に指定されている。静岡県の駿河湾港アクションプランの中で、清水港や都イ港、 大井川港との間に旅客船の航路を設けることが検討されている。ありがとうございます。